こんにちは、速稼塾の小出でございます。まあ、お金を稼げる人と稼げない人と、まあ、乱暴に分類するとですね、まあ、お金を稼げない人っていうのは稼げるセンスがちょっとね、やっぱりないのかなと思っちゃうんですよ。で、稼げるセンスがないからこそ稼げる道を歩くことができずに、ここじゃダメなんだな、こっちの道じゃ違うんだなっていうふうに間違った判断をして別の道を選んでしまうんですよね。でも稼げるセンスがある人っていうのはやっぱり同じ道、稼げる道をしっかりとね、確認しながら進んでいくことができるんですよね。まあ、こういうふうにセンスという言葉で一括りにするとちょっと分かりにくいかもしれませんけども、この稼ぐセンスを積み上げるためには何をすればいいかっていうと、まさにね、毎日積み上げることなんですよ。そうすることによってセンス、感覚っていうのは養われていきます。まあ、ですんでね、やっぱりこう、まあ、スポーツでも勉強でもそうなんですけども、そのセンスを身につけるっていうことは、感覚を身につけるってことは、感覚が身につくまでの間、意識して自分を鍛錬しなくてはならないのかなと思うんですよね。で、私はね、その自己アフィリエイトをはじめとするアフィリエイトを中心にコツ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 やってきた結果、アフィリエイト塾を名乗るものの、なんかね、この正しいものと正しくないものを見分けるセンスっていうのは大体出てきたんですよね。いや、このアフィリエイトの方法だとうまくいかないだろう、何か不正を働いているに違いないなということで、感覚から近寄らないというものもありますし、まあ、SNS をはじめとするね、まあ、いきなりセールスっていうのがあるんですけども、そのいきなりセールスもたまたまセールスの仕方が悪いだけで、やってることはものすごく真っ当で希望のあるもの、可能性のあるものの場合もあるわけですよ。でも片方ではやってる本人すら可能性がないのに、ただお客さんが欲しいがためにキャッチーなメッセージをどん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 乱暴に投げてくるっていうケースもあるんですよね。これもセンスがあれば見抜いていけるんですよ。いきなりセールスで、私ね、セールスの仕方は悪いけども、でもこの人の言ってることは、やってることは、まあ評価に値するなと思ってね、採用したこともあるわけなんですよ。だからそういう意味で言うとね、セールスの方法が悪いから商品までインチキってことはないんですよ。で、逆に言うと商品がインチキなのにセールスの方法が上手だからついつい買ってしまった、詐欺だったみたいなこともね、結構皆さん感覚として、思い出せるところがあるかと思うんですよね。で、今日の動画のテーマのまとめになりますけども、もうまとめですけども、やっぱりこう稼げるセンスっていうのは、稼いでる人のことをずっとベンチマークしてないとわからないと思いますね。で、失敗は成功のもとって言いますけども、そうなんでしょうかっていうね、ところもちょっと意識していただきたいかなと。失敗を繰り返すと何が起きるかっていうと、挑戦すること怖くなるんですよ。またダメじゃないかなと思うんですよ。100回連続で女の子に振られたら、101回目のプロポーズって相当勇気がないとできないと思いますよ。でも100回連続で成功したら101回目もまたやる気になると思うんですよ。やればやるほどうまくいく、だったら次の挑戦も怖くないってことになりますので、私は失敗は成功のもとではなくて、成功は成功のもとだと思うんですよ。まあ、ですんでね、毎日の積み上げの中で小さな成功を見つけていくこと、これをね、やっぱりやっていっていただきたいかなと思います。本日は以上です。